さあ先輩、ここからが本番。再戦と行こうじゃないか。反応、今までのダークファルスと比較しても桁が違います。もはや深淵なる闇と同等。そりゃそうさ、僕はそういうものだからね。エルダー、アプレンティス、ルーサー、ダブル、そしてペルソナの因子を得、ふさわしい器に戻った僕の力、深淵なる闇として正しく世界を潰し、フォトンの全てを消し去ろうじゃないか。フォトンの消滅、すなわちそれはアカシックレコードの消滅と同じさ。僕は宇宙の記憶を消し飛ばす。楽しい記憶も悲しい記憶も怒りの記憶も喜びの記憶も区別なく全てを無に戻してやるさ。そんなことはさせません。ハリエットさん、貴様、ハリエットの魂、なぜ残っている？消えたはずだ。この後に及んで抵抗するというのか。大好きな世界を、皆を守るためにこの魂はあるのです。この心はそのために生まれたのです。兄様、今ようやく分かりました。ようやく見つけました、私がここにいる意味を。ガーディアン、伝承にある旧姓の詩、新たな伝承をここに刻んでください。どうかどうか。ガーディアン、あなたはどこまで。出来損ないの魂、ダークファルスの成り損ない、貴様らごときに何ができるものか。世界は、宇宙はここで消し潰す。記録を消して塗り潰す。同感だ。この程度の存在に消されるなど不愉快極まりない。そろそろ消えてもらうよ先輩。どうだ。はっ、イマージェンシーコール10。はっ、気をつけろよ。
遅くないで。とかぬるいこと言うなよ。こちとらようやく出てこられたんだぜ。もっともっとひりつくような緊張感と死を背負った闘争をさ。調子に乗ってんじゃねえ。君は邪魔。目障りなやつ。その所業、万死に値する。この程度の相手に苦戦して、貴様は誰を救うつもりだ。ルーサー兄様が目指した世界、エフィメラのない世界、それを実現するために私は全てを抱えて消えていく。この魂、この器はそのために。果たして本当にそうかな。ルーサー兄様。ハリエット、耳を澄ませてみるといい。私を呼ぶ皆さんの声、でも私はハリエットではなく、この忌まわしき器の。世界を決めるのは君だ、ハリエット。君が変わらなければ君の世界は変わらない。私に未来を望めというのですか。この闇を抱えた体で未来を。未来はいつでも君のそばにある。君がそちらを向いていないだけだ。ほら。ガーディアン。未来を望むのは万物の権利。それが世界への裏切りにはなり得ない。君は人形ではない。君は君だ、ハリエット。さようなら兄様。さようなら妹。ガーディアン、私は行きます。私は行きます。
カな、僕が破れる。そうです、あなたはガーディアンに敗れたのです。エフィメラは浄化された。なのになぜそこにいる、なぜ消えない、ハリエット。世界を決めるのは自分の意志。私は未来を望み、故に今私はここにいるんです。だが無駄だよ、無駄さ。ここは繰り返す世界なんだから。今の僕を倒したところで何度でも現れる、それだけの因子がここにはある。やはり歴史はこうなった。つまり歴史は終わるってこと。今ここで消えておいた方が幾分かマシだったと思うけどね。それはどういう。未来が希望だけだと思うなよ。明日が光に包まれてるなんて思うな。絶望はお前のすぐそばにいる。繰り返し苦しめ、何度でも苦しめ、世界の怨嗟を受け続け、絶望のままに滅ぶがいいさ。最後は随分捨て鉢な感じでしたが、負け惜しみでしょうか。そんなことより、ハリエットさん大丈夫ですか。大丈夫と言っていいのかは分かりませんが、私の心はここにあります。ガーディアン、あなたのおかげです。ですが私のせいで皆や世界に多くの被害をもたらしてしまいました。今さら私が生き延びても。ハリエット、無事ね、無事ね、無事なのね。はあ、よかった。マルガレータ、大変でしたね、ハリエット様。まずは無事の再会を喜びましょう。アリサ様まで。どうしてそんな沈んだ顔してんのよ。嬉しくないの？生きてたのよ、あんた。生きてる。いや、しかし私のせいでみんなに迷惑を。バーカ、そんなん一時気にしてどうすんの。王は迷惑かけてなんぼなのよ。しかも今回のはあんたじゃなくてエルミルってのが全部悪いの。ハリエットが気にすることじゃないの。うちの神様見てみなさい。気まぐれでサボったり神罰下したり、迷惑ってのはああいうのを言うのよ。言うねえバカを。よっぽど神罰食らいたいと見える。いえ、神様。これは言葉のあやというか、なんというか。嘘はついてないもん。まあいいさ、神は寛大なもんだ。神罰は後回しにしてやる。結局神罰あるんじゃん。
それよりお前、分かってるか？そのままだと消えてしまうぞ。お前の器は消えた。ここにあるのは魂の残滓のみ。今はその残滓がはっきりしてるが、魂の受け皿たるものがなければそれもいずれ形を保てなくなる。はい、分かっています。もとより私が心を持ったのが奇跡だったのです。そして最後に皆さんと会えた。私の記憶はここで終わっても十分。心の底からそう思います。めったなこと言うんじゃないわよ。せっかく友達になれたのにこれでさよならとかありえない。ちょっと神様、神様なんだからなんとかしなさいよ。お前ほんとむちゃくちゃ言うな。だがそのクソ度胸は大好きだぜ。ハリエット、お前の魂は残るのが正しい歴史だ。だからお前、あたしを告げ。あたしの後釜として、神としてこの世界を支えろ。それを受け入れるなら、あたしがお前の体になってやる。そういうの得意だからな。あたし前に一度やったことあるし。フィクシ。でもそれではあなたがエピックからも神の力が失われて大変なことになるのでは。神の力？そんなのよりハリエットの方がこの世界には必要でしょうが。神の力をそんなのって言ったか、バカを。いいぜ、その後先考えない感じ。私の大好きなやつにそっくりだ。私はもともと亡霊だ。ここにありえなかったものだ。お前が気にすることは何もない。どうせ消えるなら誰かのために。気まぐれな神の贈り物だと思って受け取っとけ。お前はマルガレータを救ってくれた。お前はアルマを救ってくれた。だからこれで貸し借りなしだ。けどハリエットがうちの神様になるってことは、ということはエピックとクエントが併合するってことになるのかしら。そうなると国名変えないとよね。あ、神聖エピクエント魔導国とか。マルさん、ネーミングセンスもひどいんですね。持って何よ持って。私に不敬あったら漏れなくハリエットの神罰下るわよ。神罰なんてそんな気軽に下せるものでもありませんよ。それに私もすぐに戻らないと。戻るってどこに？神を引き継いだのですから、そのあるべき場所へ。世界そのものに戻らねば。神の具現という無茶は今回ばかりの鶴ですから。じゃあ結局ハリエットはここから消えちゃうってこと？そんなの私嫌なんだけど。いえ、消えるのではありません。私は世界と一つになり、皆を支える存在となるのです。元は空気より出でた私が
皆を支えるための土台となれる。こんなに嬉しいことはありません。ハリエット、悲しまないでください、マルガレータ。大丈夫、私が慣れてくれば新王であるあなたとはいつでも会えるはずですから。それまで、その神聖エピクエント魔導国でしたっけ、よろしくお願いいたしますね。妖精ガーディアン、なんかあんたたちの体からも変なの出てきてるけど。旧姓は果たされた、そういうことなんですね。ガーディアン、もはや感謝は伝え尽くしました。ですから私からはただ一言だけ、またお会いできる時を心より願っております。さようならガーディアン、私はいつもあなたたちと共に。You is the
Peace out.